はいどうもこんにちは、こんばんは。ポンプショットガンの復活を望んでいる人はご紹介どうもズルフィーです。ということで今回はなんですけど、まあ、今回はですね、まあちょっとね、もういいわけのわからないすごすぎる映像がありましてですね、それがね、まあこちらの方のまあ動画なんですけど、これね、まあ見ていきましょう。ここでね、今から敵と戦うんですけど、はい、これワンパンで倒しましたと。見てほら、ポンプショットガンが落ちてるの、これほら、ポンプショットガン落ちてるんですよ。え、意味わかんなくね、ほら。え、これ、10月9日ぐらいのツイートなんですけど、ほら、ポンプショットガンがね、これあるんですよ、これ。意味わかんなくない？ポンプショットガンがあるんですよ、ほら。で、ちゃんとほら、ちゃんとポンプショットガンなんですよ、これ。え、もう意味、え、なんであんのって。もう、マジで、これ、ほんとなんですよ。今、ほんとにちゃんと使ってる、まあ、ポンプショットガンなんですけど、はい、倒して、で、ポンプでキルすると。で、まあ、他にもね、保管庫からポンプが出てきたっていうので、見てください、ほら。保管庫から、ほら、ポンプがね、ほら、出てくるんですよ、ポンプが、ほら。これ、加工じゃないんですよ、これ。これ、ガチなんですよ、これ。ガチで、ポンプショットガンがね、出てくるんですよ。またこれ戦うの見ると、ほら、ちゃんとね、ポンプ、ほら、音もポンプなんですよ、これ。で、まあ、こうやってね、はい、ダメージ当てて、はい、倒してビグラまですると。まあ、っていう感じで、まあ、ポンプショットガンがね、なんかあるらしいんですよ。ということで、ちょっと今回はね、まあ、ポンプを皆さん帰ってきてほしいと思うんで、まあ、僕がね、まあ、探しに行ってやりましょうということで、今回はね、ポンプショットガン見つけていきたいな、思います。さあ、ってことで、まあ、動画を振り返ると、まあ、このチョンカーズスピードウェイってところ、あとは、まあ、金庫っすね。まあ、金庫にあるんで、まあ、ちょっとね、そこを中心に探していこうということで、まあ、チョンカーズスピードウェイをね、ちょっとまあ、去りたいなと思います。もうポンプ使いたいな、普通のマッチで。いや、普通のマッチで使うことに価値がありますからね。もう、クリエイティブとか、まあ、もう、レートゲームとかじゃ味わえないんで、ちょっと今回も見つけていっちゃおうかなということで、まあ、探していきましょうか。さあ、ということで、チョンカーズ、行きましょう。いや、マジでちょっとポンプ使いたいな。チャプター3になってからね、まあ、ポンプショットガン一度もまだ追加されてないというか、まあ、使える状態になったことがないのでね、なんとしてでも見つけていきたい。なんだろう、宝箱から出んのかな。もうほんと10月の9日ぐらいに見つかってるから、結構ほんとに最近なんですよ。あ、やばい、待て、やばい、危ない、やばい、まずい、危ねえ。待って、死ぬ。マジ危ない。ちょっと待って、ポンプショットガンどころじゃないかもしれない、これは。はい、一旦。あ、やばい、なんかやばい音がする。ちょっと待って、良くない音がして、今。あ、痛い。おー、なんかいる。お前、悩んで。いや、ないっすね、ポンプショットガン、今のところ。まあ、そう簡単に見つかるもんじゃないか。まあ、見つかってたらみんな持ってんのか。いや、ただ僕はちょっとの可能性でも、やはり探す人間なんで、今までどれだけの時間を無駄にしてきたか。あー、なんかさ、このショットガンめっちゃポンプに見えんだよね。まあ、でも動画のはね、本当にちゃんとポンプだったから、まあ、頑張れば見つかると思うんだよね。なんか、ポンプが欲しすぎて全てがポンプに見えそう。あー、出ないね。これは？これレバー。これも関係ない。やばい、なんか緑武器縛りする。なんか緑武器縛りになってる。こういうところにさ、なんか入ってたりしない？はい。あー、ジャンパーは出たけど、待って、隅々まででも探すことが大事。なんか一個のチェストから固定で出るっていう可能性があるかもしれない、もしかすると。はい。あー、出ないなー。一旦ちょっと回復だけしとくか。おーおーおお、そこか。はい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 、危ない。やっていく、ポンプないね。はいはい、102で、からのやる！オーケー！なんか爆発したってことは持ってるよね、この最強武器。やったぜ、赤木もありがとう。いやー、チョンカーズ、今回ないっぽいな。結構周り見ましたけど。すっごい遠くから撃ってくるやん。おー。おー。おー。とりあえずまずあなたからやって、鍵もありがとう。よし。とりあえずじゃあ、金庫でも開きに行こうか。敵いるやん。さあ、ということで、ちょっと気を取り直してね。まあ、ちょっとチョンカーズにあるっていう可能性が僕は一番高いと思ってるんで。まあ、死んでよかったっすよ。ってことで、行きましょう。レッツゴー。さあ、とりあえず、はい、とりあえず武器取って、はい、倒す、オッケー。とりあえず倒して、あさるよー。ないよー。マジでレンジャーショットガンが本当にポンプに見える。こういうところにないの、ポンプ。ないか。やばいな。ちょっとレンジャーショットガン本当にちょっとポンプに似すぎ事件。お、いた。お、誰？はい、どうも。はい、やる。カモン、ポンプ。
カモンカモン来ない。いや、なんでポンプ出たんだろうな。ね、入手してるところ見たいわ。何をどうやったらポンプが、あー、ないね。ショットガンはいっぱい出るんだけど、いや僕もポンプ使いたいもんな。もうみんなはそう思ってるでしょ。そろそろ僕来ていいと思うんだよね。これも、はい、これね、もうレンジャーショットガンと。レンジャー出るならポンプ出ろ。はい、オープン。うん、てかやばい、シールドも出ないんだけど。あ、出たわ。いや、ちょっと鍵集めてな。金庫を開けたいな。はい、やれ、当たれ当たれ。よし、シールド割り。はい、52。はい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 、オッケー、やっていく。あっちでも戦ってんな。ちょっと待って、鍵をよこせ。来たんだけど何人の敵ね。ちょっとゆっくりさせて僕に。はい、はい、はい、白点やりけー、よーし、オッケー。この鍵があることによってポンプを出すことができるかもしれない。だってこのハトじゃねえわ、こいつから出る可能性ないの、カラス。あ、ねえな。とりあえずここの金庫開けるか。とりあえず、はい、とりあえず、はい、鍵入れる、はい、開ける。オッケー、ちょっと開けさせて。早く、あー、痛い。早く、あー、痛い。この金庫からなんか紫ポンプが出てたんだよね。さあ、ここか、ここから。はい。あれ？おい。あとこっちがある、まだこっちがある。はい。あれ？金の SR しか出ないぞ。全然なかったな。何をどうやったら出んの、マジで。なんで出たのってか。ねえ、なぜ出た？あー、ちょっと待って。ないのかな。配信のアップデート後に一応出てるんだよね。10月の9日に出てるから。ほんと3日前ぐらいに出てるんですよ。だったら僕ワンチャンあると思うんだけどな。ないか。あ、ここダメだ。ここ宝箱か。この宝箱にあるとかない？あー。はい。はい。はい。一回下に落として、はい。で、これで、いやー、ゴール、よしー、危ない。はい、はいはいはい、やっていく。あー、やっぱ、いやでもさ、ま、相当運が良ければ、マジで多分出ると思うんだよね。超低確率のバグがあるんだよ。超低確率のバグがあって、そのバグを起こせれば多分入手できると思うんだよね。でね、もしポンプ見つけたよって方がいればぜひね、コメントで教えてください。いや、本当に超低確率のバグがあるんだと思う。ちゃんと3日前に出てるからね。なんか1回修正されたと思ったら、もう普通に3日前に出てたんで、もしよければ探してみてください。危ないよ、待て。あ、やばい。おい、同じことされた。よいしょ、危ない。はい、46。おい、チーミングやんけ。おい、チーミングやんけ。はいはいはい、シールド割って、はい、これでなんとかやれないか。くそ。はいはい、やる、一人やる。危ない危ない。はいはいはい、危ない。はい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 、危ない。はい、やった。こいつチーミングしてたよね。まあ、多分チーミングだったと思うんですけど、なんかポンプ探してたら、なんかチーミングに合うという謎の奇跡が起きました。皆さんは、チーミングせずに、ポンプを見つけちゃいましょう。ということで皆さん、ポンプ復活してほしい人は、チャンネル登録して、通知をね、オンにしててください。じゃあ、バイバイ。